そうだよ。まずちょっと最初に黒岩さんがどこの知事でしょうかというのを、ここにお聞きしたい。よし、お答えください。そうだ。ふざけんな。我々神奈川県民ですけど、神奈川県に一体この汚染瓦礫持ってきて何のメリットがあるのかというのをまず教えていただきたいんですね。それが一つ目。2つ目がですね、黒岩知事が、放射能が怖いのか怖くないのかということです。我々はすごい怖いと思っています。特にお子さんいる方は非常に不安に過ごしています。で、黒岩知事が、とてもその瓦礫は安全で問題ないとおっしゃるのであれば、監視場が向かい割れ食べたようにですね、黒岩知事もですね、庭で瓦礫燃やして埋めてみてください。飛躍してないよ、飛躍してない。うちのね、トイレがちょっと詰まって困るんですけども、黒岩さんの家のトイレに流させてくれないかと言ったら、受け入れるのかということです。そんなに臭くないと大丈夫です。お隣の家では受け入れて、くれています、それもちょっとお願いしたいなと思っています、あとですね、皆さんおっしゃっているようにですね、わざわざその先ほど VTR 見ましたけど、その膨大な本当にものすごい山になっている瓦礫をですね、輸送のありとあらゆる輸送手段を使って、神奈川県までこの200〜300キロですか、持ってきてですね、燃やす必要が、すごい疑問を感じます。そこに、そのお金があるんだったらスベストだった、そのお金で被災地復興ができるんじゃないかと。そうだ、以上です、お答えください。はい、ありがとうございました。じゃあお願いします。汚染瓦礫を持ってきて何のメリットがあるかと聞かれましたけども、汚染されていない瓦礫を持ってくる。いや集めるになるじゃんかよ。そこゼロじゃないじゃん。いくら給与しても同じことを繰り返したんです。桁が違うって。100ベクレル以下は放射性物質が汚染されていないという国の基準があります。汚染されてるんだって。だったですから、汚染された瓦礫を持ってくんじゃないということをまずご理解いただきたいと思います。そこが違うんだよ。違う基準なんだって。怖いのかというご質問がありました。放射能は怖いというお気持ち、皆さんよくわかります。私もそれは同じこと、同じ思いです。それはしかし、放射能、先ほどご説明した中にありました、放射性物質というのはこの自然界の中にあるんです。違うんだよ。ごまかすなよ。放射性物質が怖いと言ったらば生きていけないわけですね。これぐらいの基準の放射性物質であるならば、これは量であるという基準がある。それに従って我々は生活をしているわけです。ですから、この100ベクレル以下は放射性物質が汚染されていないという基準でありますから、そこの部分は嘘つくなよ、正確に言えよ。汚染はされてるけど基準以下だってことだろ。このわざわざ遠く離れた花が汚染はされてるんだよ。必要はあるのかということでありますけども、私は現場の声として私自身が確認してまいりました。何とかして受け入れてほしい。これは聞いてない。だけで処理をすれば5年もかかるんだと。何とかしてそれを3年で処理したい。2年分の瓦礫を県外の皆さん、国にやらせろよ。こういう節制したら聞いたのか。という思いであります。尻拭いこっちにさせるなよ。国にもっと強い態度でやれよ。女性が続きましたね。男性、今先ほど男性ですね。じゃあごめんなさい、今私先に目が合ってしまいました。22番の方、はい、お願いいたします。反省しろよ司会者、目が合うっていうの。分かんねえのかお前。横浜市の旭区に住んでおります馬場と言います。黒岩知事が、まず誤解されていることがあると思ったので、それを説明させていただきたいです。私たち母親は神奈川が安全で被災地瓦礫だけが危険とは思っていません。神奈川の市は十分汚染されています。そうだよ。私のライバーカウンターでは
6月上旬に購入してから今までの積算値は474マイクロシーベルトで、呼吸による被曝と食物による被曝を合わせるとざっとの計算ですが、もちろん素人の計算ですけれども、自然放射線以外の実効線量はおそらく 1.5 ミリシーベルトになると考えています。そうなんだよ。これは被曝の多かったと思われる4月5月の部分は考慮していませんので、それを入れればもっと高くなると思っています。そうだよ。私たち母親は今の時点ですら子供に年1ミリシーベルトを超える被曝を強いていることに対して非常に罪悪感を持っています。そうだよ。最後に子供の顔を見たら、この子は5年後、10年後、15年後病気にならずにきちんと大きくなることはできるのだろうかと涙をこぼす毎日です。そうなんだ。それでも食べ物を選んだり遊ぶ分場所を制限したりして、なんとか被曝量が少なくなるように母親として子供を守るために最大限の努力をしています。それなのにこれ以上子供の被曝を増やす瓦礫の受け入れはとてもショックです。そうだ。たとえ100リットル3キログラム以下でも10万トンの瓦礫の中には総量で100億ベクレルの放射性物質が存在します。瓦礫自体は国の説明をされているように、たとえ 99% 放射性物質を除去できるとしても、焼却によって空気中に1000万ベクレルが放出されます。ICRP の係数をもとにして計算すると、それを呼吸した場合の被曝量は成人だと390ミリシーベルト、5歳の子供だとおよそその場合の700ミリシーベルト、1歳の子供だと 2.5 倍以上の1000ミリシーベルトの被曝量に相当します。長期間にわたる低線量被曝の子供への影響は誰にも分かりません。どうか子供の健康リスクを増やすことはやめてください。そうだ。今日は私が本日のバストラックを県独自で購入された子供に対して愛情のあるお優しい方だと私たち母親は信じています。どうか子供の健康リスクをこれ以上増やすようなことはやめてください。どうかもう一度考えますよ。そのために何やんだよ。そのために先ほどおっしゃいましたけれども、被災地から瓦礫を持ってくると被曝が増えるとおっしゃいました。本当にそうなのかどうかということを私は現場に行って確認をしてきた次第であります。先ほども説明した中でも現場から持ってきた、それは一つの見方だ。瓦礫を持ってきたことによってこの県内の被曝量が増えるわけではないということをきちっとこの目で見てまいりました。目じゃわかんないよ。ご理解いただこうと思って、聞いただけじゃわかんねえだろ。不安というのはやはりその想像がどんどん膨らんでいきますと、どん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 怖くなっていきます。その不安の解消を、おい、感情論じゃないんだよ。科学的な話をしろよ。し続けるということ、これしかないと私は思います。ですから今回は私は現場で見てきたことをしっかりと教えてください。何を見たんだよ。放射能を見たのかよ。でその放射性物質、まさにおっしゃった放射能を被曝を増やすことになる。だから責任取れって言ってんだよ。それからも継続して情報を公開し責任取れ。おい責任取れよ。そこまで言うんだから責任取ってくださいね。明言。